我孫子高政、職業は挑戦者です。僕にとっての挑戦は、一番やっぱり分かりやすいのが39歳で全部仕事を辞めて40歳で J リーガーを目指すと言った瞬間だと思います。それは僕自身が自分自身に嘘をついていたこと、嘘をついている自分を周りは騙せても自分だけは騙せない。実は僕は22歳の時にプロテストを受けてます。意気揚々と僕はプレーをします。ボールを受けてどんどん相手を抜いてどんどんクロスを上げてと思っていた矢先、いきなりボールを奪われる。もう一回ボールを受けてまた勝負をしようとする、またボールを奪われる。もう一回受けた瞬間に、あれ相手の方が強いのかと思ってしまった。下手にボールに触るとミスをしてしまう。プレーするのが怖くなり、あの当時その瞬間自分から諦めた。監督から呼ばれて、浴びこと、もういいよ、シャワー浴びて帰りなさいと。僕は周りに、いや俺はいいプレーしたよって、俺は良かったよって、でもチームともしかしたら相性合わないかもしれない、まあ、ちょっと足痛かったしなとか言い訳をする。でも本当はビビってダサい自分がいて、情けない自分がいて、全くプレーできなかったこと一切誰にも言えなかった。そこから嘘の重ね着が始まっていく。それが僕が自分に嘘をつき続けてしまった最初の大きな大きな後悔です。挑戦してやっぱり多くの人がどんどん僕から離れていって、まあ言われたのは本当、こんなおっさんの夢はコテンパンにしてやれとか、あとこいつは便所掃除をさせればいいんだとか、あのポジション便所掃除みたいなの書いてあったりとか、あとは本当ロン毛でうさんくさい、なんか信用できない、詐欺師、そういった言葉が結構特に J リーガー目指す時はありましたし、たくさんのアンチが僕への攻撃を、もう本当にどこのネットを見ても全部書いてあるぐらい、 Google で我孫子って入れればうさんくさいって出るぐらい、そんな毎日送っていましたが、僕は意に介さず全然そこに対して何にも思うことなく、それは挑戦者だからです。挑戦してる最中は没頭してるし夢中になってるし熱狂してるんで、全く周りのことが気にならない。挑戦して40歳で J リーガーを手にした、それは確実にあの時間1日1分1秒確実に自分の足で自分の選択で自分の決断で人生を選んだっていうふうに言えると思います。その結果 J リーガーになることができた。練習場に5歳の女の子がよく来てました。彼女の笑顔はめちゃめちゃ愛くるしくて、試合に出てない僕も応援してくれてて、いつもアメちゃんを持って僕に手渡しをしてくれる。試合会場に行けば抱っこして写真を撮ったりだとか、なんかちょこちょこ誰かくっついてきてんなと思ったらその子だったりとか、ふと目をやるといつも彼女が僕の目の中に飛び込んでくる。その優しさに僕はだいぶ救われて、本当に苦しかった時期、彼女の笑顔に支えられたって今でも思ってます。いざデビュー戦だと、僕のデビュー戦見たいって言ってくれてたので、デビュー戦に来るかなというふうに思ったんですが、そこから結構連絡が途絶えていて、で去年の2月ぐらいですかね、お父さんから連絡があって、実はお話ししたいことがありますと。彼女が亡くなったと。それを聞かされた時に、正直言葉がなくて、僕は彼女に助けられてばっかりで、僕自身は彼女のために何かできることがなかったなと。今でも思い出せば辛いですし、彼女がいてくれたからこそ頑張れた自分がいるのは間違いないので、じゃあ今何ができるか、塞ぎ込んでる人や何か一歩踏み出せない人、そういう人たちに力を与えることは僕はできるんじゃないかと。こんな生き方してる人そうはいないので、無謀だバカだアホだって言われますが、それでも勇気をもらえる人はいる。こんだけ全力で戦うからこそ意味があるんだって言ってくれる人もいる。彼女が僕に笑顔を届けてくれたように、辛い時に僕も
どこかで苦しんでる誰かに勇気を届けたい。それは僕の戦ってる姿勢から届けたいなと思います。今度は場所をですね、ピッチからリングに変えて、ホイッスルからゴングに変えて、現在僕は格闘技に挑戦をしています。無責任な人の言葉に耳を貸すことをやめたんですね。挑戦し続ける限りたくさんの批判はありますが、その分たくさんの勇気やポジティブなことを届けられるんじゃないかなと。僕が挑戦し続ける理由の一つは、弱い自分を知ってるからだと思うんですね。で、ほっといたら惰性で生きてしまう。ほっといたら自分にまたもしかしたら嘘をつくかもしれない。そんな自分がもう許せなくなるし、自分のことを嫌いになるっていうことがどれだけ辛いことかっていうのを分かったので、でもそういったものに打ち勝つためには挑戦者であるということがすごく重要だと思います。それは日々自分をアップデートできるかどうか、自分を更新、要するに自分を超えられるかどうか。今を超えろ、それが結構僕の中での大きなテーマなので、挑戦はこれからもし続けると思います。僕が挑戦をやめるときは多分死んだときですね。人生の一番輝いてる瞬間で旅の途中だと思うんですよ。一番美しい景色とはまだ見たことない景色なので、終わりなき挑戦をする人間でありたいなと思ってます。